はい、どうもジンさんです。今回は歴代5帝13体の隊長たちをまとめてみました。昨年10月に登場した初代13体をはじめ、これまで5帝13体の隊長たちが多く登場しましたが、ここで一旦判明している隊長たちをまとめて動画にしようと思いました。長くなりそうなので冒頭はここら辺にしておきましょう。ちなみに判明している隊長となりますので、あらかじめご了承ください。それじゃあ続けていきましょう。一番隊、大河は菊、花言葉は真実と潔白。初代一番隊隊長兼総隊長は山本源流斎茂国。およそ1000年前に五帝を創設した張本人であり、最強の死神として1000年以上の間その座に君臨し続けた伝説の死神になります。炎熱系最強最古の残白刀龍神弱火を持ち、その炎はソウルソサイティを滅ぼすほど強大なものでした。作中に登場したアイゼンやユーハバッハなど世界を変えようと動くボスたちは例外なく山爺を警戒しており、対策を積んでから行動に移っていることから、山本源流斎の強さ存在感が一体どれほど大きかったのかが伺えます。山爺が創設した当初の五帝十三体は殺伐とした殺し屋の集団と評され、敵を撃つためなら文字通り何でもするような野蛮な集団でした。しかし1000年前のクインシー戦以降、安らかな世を手に入れた死神たちは長い年月をかけて変わっていき、今の平和な五帝へと姿を変えていきました。続いて2代目は享楽春水。山爺が千年決戦で殉職した後、山爺の遺言書により2代目に就任。享楽は幼少の頃から山爺と交流があり、芸術院で初の隊長ということもあり、山爺や五帝の教授を深く理解している死神でした。実際作中では勝利するため世界を守るために手段を選ばない様子が描かれており、山爺の後任に恥じない活躍を見せてくれました。逆に享楽はその性格から山爺より緩いところがあるため、享楽が総隊長になって以降の五帝は服装がかなり自由になるなど緩い雰囲気に変わっていっています。2番隊、大河は翁草、花言葉は何も求めない。初代2番隊隊長は四方院知花。四方院という名字と褐色、釣り目、金色の瞳などから四大貴族四方院家の死神で間違いないでしょう。ゆるいちが女性初の当主であることや、その体格から知花は男性の可能性が高いです。少し見えた戦闘も白田を主としているようでした。ちなみに知花は初代隊長であって初代当主ではないのでご注意ください。貴族の歴史は五帝ではなく清霊帝です。清霊帝は五帝よりもはるか昔からありますから、知花が何代目当主なのかは不明となります。続いて約110年前の時代では四方院与一が2番隊の隊長でした。四大貴族四方院家の22代目当主にして初めての女当主。当時は2番隊隊長だけでなく隠密軌道総司令官および同第一分隊軽軍統括軍団長を務めており、春神の異名を持つ死神でした。当時から自由奔放だった与一は隊長としての仕事をサボりがちだったそうです。また2番隊三席だった浦原喜助を自身が推薦することで12番隊隊長へ就任させています。続いてソイフォン。コンパク消失事件をきっかけに現世出奔したエルイチの後任として2番隊隊長に就任しました。彼女もまた2番隊隊長兼隠密軌道総司令官および同第一分隊軽軍統括軍団長を務めています。本来隠密軌道総司令官の座は代々司法院家の当主が務めてきたそうですが、前任のエルイチが失踪したことでソイフォンが異例の着任になったのだと思われます。3番隊、大河は金銭化、花言葉は絶望。初代3番隊隊長は伊豆原金六。名前以外の詳細は一切不明ですが、戦闘方法が速度を生かした暗殺のようだったことや、インテリヤクザのような見た目とメガネから少し気難しそうな雰囲気があります。名前がわかるまでは、麒麟寺天次郎と言われていました。僕もそうだと思っていました。続いて、110年前の時代では、ローズこと大鳥橋老十郎が隊長でした。消極的だったローズは、当時副隊長だった伊庭の母親、伊庭近根から首里を叩かれていました。コンパク消失事件で捕虜化させられ、人生出奔する形で五帝から離れることになりました。続いて10銀。ローズ出奔時はまだ幼かったため、ローズの後任かどうかは不明、いつから隊長になったかも不明です。銀は乱菊のために人生をかけて復讐の道を辿っており、アイゼンに牙を剥くその時まで長い間アイゼンの部下を演じ指示に従って行動していました。そして総局の丘で乱菊に謝罪をし、アイゼンらと共に離反しました。続いて大鳥橋老十郎。アランカル編後3番隊隊長へ復帰、最終章ではグレーミーに殺され、ジジにゾンビ化させられますが、マヤリの手によって再生し、その後も3番隊隊長を続けていることが分かりました。
4番隊、大河は林道。花言葉は悲しんでいるあなたを愛する。初代4番隊隊長は志島ちぎり。彼も名前以外の詳細は一切不明ですが、気だるげで暗い雰囲気を醸し出し、血の海の中で空を見上げる様子から、その不気味さを加速させています。続いて、宇野原烈。初代11番隊隊長だった彼女は、麒麟寺天次郎から街道を教わっており、その後4番隊隊長へと移り、総合救護詰所を内包する治療部隊として、その台風を作り上げていきました。続いて、虎鉄イサネ。宇野原が最終章で死亡し、副官であったイサネが後任としてつきました。多くの死傷者を出した千年決戦の渦中だったこともあり、イサネへの昇進命令は緊急任命でした。それは拒否や保留が許されない強制的な任命であり、イサネは隊長就任と同時に妹である清音を副官にするよう懇願したそうです。5番隊、大河は足火。花言葉は犠牲、危険、清純な愛。あなたと二人で旅をしましょう。初代5番隊隊長は尾花段次郎。彼も名前以外の詳細は一切不明ですが、その容姿や、つばにある渦巻きの衣装から、芝家か、芝家と繋がりのある死神ではないか、と言われていました。担当型の残白刀を逆手持ちにして戦うスタイルです。続いて、110年前の時代では、平子真嗣が隊長を務めていました。当時副官だった愛禅にはめられ、ローズらと同様の末路をたどり、現世へ出奔する形で御殿から離れることになりました。続いて愛禅宗助。平子の後任なのかは不明ですが、その可能性は高いでしょう。世界を火炎と暗躍し、持ち前の頭脳と強化水月を駆使して離反するまで御殿を手玉に取った天才大罪人と呼ばれるほどの愛禅ですが、彼が御殿へ残した功績は大きく、優れた人心掌握術により数々の改革を行って死神たちの待遇を良くしたり、管理能力にも優れており、乱菊や平子ですら一緒にいて楽しかったこともあったと認めるほど。また愛禅の考えた軌道の練習方法は今も使われていて、実際に霊術院の教本にも記載されているらしいです。軌道の達人である七尾をして非常に効率のいい方法であるとのこと。善悪問わなければ、愛禅ほど死神の歴史に名を刻む者はなかなかいないかもしれません。続いて平子真嗣。愛禅捕縛後5番隊隊長に復帰。愛禅とは真逆のタイプの死神だったことから、平子の復帰に対して雛森を心配する声など周囲からやや懸念の声がありましたが、持ち前の人格によりすぐに雛森と打ち解け、周囲の印象をひっくり返しました。6番隊、大河は椿。花言葉は高潔な理性。初代6番隊隊長は斎藤不老不死。彼女も名前以外の詳細は一切不明。眼帯ツインテに女性らしい体つきから、十中八九女性であると思われますが、喉元系らしきものが確認されるため、男性説が一定数支持されています。また、作者監修の小説の中で、6番隊は代々朽木家になってきたという記載から、斎藤不老不死が偽名で、朽木家の死神ではないかという考察が話題になりました。知性が感じられない見た目と戦闘方法から、斎藤不老不死というのは、最強不老不死が聞き間違えられて広まった説が面白いです。続いて110年前の時代では、朽木銀霊が隊長を務めていました。享楽と浮竹の会話に名前が上がらなかったことから、意外と隊長としての経歴は浅いと思われていましたが、解禁された公式 Q&A にて、享楽と浮竹が忘れていただけで銀霊も100年以上隊長を務めていたことが明かされています。続いて朽木白夜。四大貴族朽木家の歴代最強当主、全ての死神の藩となるべく規律を重んじる白君。その影響で6番隊は規律が厳しいのですが、副隊長レンジのおおらかさが程よい調和を生んでいるようです。7番隊、大河は勝負。花言葉は勇気。初代7番隊隊長は修行信綱。彼も名前以外の詳細が一切不明ですが、家紋のような衣装がある毛皮の巻物から貴族出身と噂されたり、神領一族王子様の死神の姿説なんかもありました。続いて110年前の時代では、相川ラブが隊長を務めていました。彼も平子らと同様の運命をたどっており、ソウルソサイティを追放されています。愛禅捕縛後誤解が解け、同僚が復帰する中で、ラブはジャンプのない世界に用はないとの理由及び日和の保護を名目に現世留まっていることが分かっています。続いて駒村左陣。人狼一族である自身を拾った山本源流祭の恩義に報いるため、絶対の忠義に生きる信念の死神。駒村の性格が影響し、当時の7番隊は七質豪健、骨太な生き様を好む好感揃いの隊でした。バンビちゃんがびっくりしてましたね。続いて伊庭鉄大門。副官だった伊庭さんは駒村の後を継ぎ隊長へ就任。自身を隊長の器ではないとして、毎晩遅くまで裏山で稽古に励んでいるそうです。また極意命名編では、副官に林道あたうがいることや伊庭さんの優しさが相まって、駒村がいた時の7番隊とは雰囲気が変わり、女性がおり庭に動物がいるようです。
番隊、大化は極楽超過、花言葉は全てを手に入れる。初代八番隊隊長は香取抜雲斎。彼女も名前以外の詳細は一切不明ですが、香取斎という名前から神官の家系で生まれた死神ではないかという説が話題になりました。またこれまでの女性キャラを過去にした圧倒的な爆乳斎が読者に強烈なインパクトを与え、不老不死者に並ぶ人気キャラになりました。続いて享楽春水。110年前や登場時は八番隊隊長を務めていました。週1回享楽主催で飲み会を開いていたらしく、男子禁制、女性のみ誘われて開催されるらしいです。またタイの実権は副官の七尾が握っているとのこと。どういうわけか八番隊出身の女性主要キャラはお下げメガネが多いです。続いて宿丸理沙。享楽の移動後、後任として八番隊隊長へ復帰しました。市役所をけしからん風に着こなす彼女と、副官の八重原優という褐色巨乳ギャルのせいで八番隊に入隊したい男性が多いらしい。9番隊、大化は白騎士、花言葉は忘却。初代9番隊隊長は雲井炎哲。彼も名前以外の詳細は一切不明。丸坊主に丸眼鏡、熾烈型の金の装飾が特徴的で、残白刀は鉄弁の形をしています。続いて110年前の時代では、麦沼剣聖が隊長を務めておりました。当時の9番隊は麦沼9番隊と呼ばれており、特攻隊のような台風で短気な剣聖をはじめ荒々しさを感じますが、危険な現地調査を任されるほど信頼されていました。続いて当選要。彼もアイゼンらと共に離反するまでは御帝の死神として仕事しており、その素性を隠していながらも平和とは真逆の存在ともいえる11番隊のザラキとは相入れず犬猿の仲だったそうです。また代々9番隊が聖霊帝通信の編集を担当しており、編集長だった当選はその権限で自身のコラムである正義の道を連載させていました。当初は自身の持論を展開するだけのコラムでしたが、後に料理のレシピを追加で載せるようにしたら女性死神たちから大好評になったそうです。続いて麦沼剣聖。当選が離反し空白となった座を、カラクラ町決戦後に剣聖が再びその座につきました。最終章ではローズと共に絶命しゾンビ化させられるも、マエルの手によって回復し、現在も隊長職を全うしております。10番隊、大化は水仙、花言葉は神秘とエゴイズム。初代10番隊隊長は大戸川古興。傘をかぶった長髪の死神で、貴族出身のような雰囲気がプンプンしています。名前判明まではその見た目から、朽木家ではないかと言われていました。続いて芝一心。20年前の御帝で隊長を務めており、現世で自身を救ってくれた正木を救うため、その立場を全て捨てて現世へ失踪しています。一心が隊長の当時は彼の人柄に加え、筆画や乱菊と人格者揃いだったことから、10番隊の雰囲気はかなり良さそうでした。続いて筆画や東四郎。明確に描写されてはいませんが、おそらく一心が失踪した後、すでに挽回を習得していた筆画が隊長に昇進したものと思われます。天才で勤勉で性格がいい筆画は、副隊長があんなのでも隊を回しており、筆画の指導が末端の大使にまで行き届いているため、皆真面目に働いているそうです。また筆画と乱菊が圧倒的人気を誇る死神であることから、10番隊への入隊希望は多いと言われています。11番隊、大化はノコギリ草、花言葉は戦い。初代11番隊隊長は宇野花八千留。宇野花烈の本当の姿であり、初代剣八でもあった彼女は現在の11番隊の台風を作った張本人。少年ザラキとの戦いの後、自らその座と名を伏せたか譲り4番隊へ移ったと思われます。続いて黒屋敷剣八。7代目剣八でもある彼は正式ではないものの、0番隊から勧誘された死神で、裏表のない公然的かつ豪放雷楽な人柄と、剣八の名に恥じない強大な戦闘力を持ったカリスマで、他の死神から強い信頼を勝ち得ており、彼が11番隊隊長を務めていた頃は女性隊士が多かったそうです。続いてあざしろ剣八。先の黒屋敷を決闘で倒し、隊長と剣八の名を得た死神。ひどく無感情で無機質な性格で、あらゆる無駄を嫌う彼は、その性格と悲惨な過去からフォローを殲滅するという死神の使命に忠実で、そのために手段を選ばなかったため無権へ投獄される形で消えていった死神です。続いて110年前の時代では、10代目剣八、祈願城剣八が隊長でした。あざしろが投獄されたため、繰り上がりで隊長と剣八の名を授かった9代目となる副隊長だった死神を倒して成り上がったルコン街出身の死神。素行が悪く命令を無視して隊主会をサボるやつで、周囲から決めたがられていたところをザラキに倒されて死亡しました。続いてザラキ剣八。先の豚を倒して隊長と剣八を襲名した死神、歴代最強の剣八で、その強さは初代の宇野花が剣八にふさわしい死神と評するほど、その圧倒的強さと戦いにひたむきな性格から、数々の死神を勝手に魅了し、ザラキに憧れた多くの死神が彼のもとに集まっていき、最強の戦闘集団となっていきました。
12番隊大河はアザリ、花言葉は復讐厳格独立。初代12番隊隊長は善成寺雨品、彼も名前以外の詳細は一切不明。市役所の下に青い着物、そして白と朱色の化粧から彼も貴族出身ではないかと言われていました。続いて引き船桐生、0番隊へ昇進する前は12番隊の隊長を務めており、仮の魂とそれを体内に取り込む技術を作り出し0番隊への昇進を決めています。続いて浦原喜助、引き船が昇進し空白となった座を夜市の推薦から始まった隊首試験に合格し隊長の座につきました。その後すぐに執務室を研究室に改造し、地主の巣からマヤユリアーコンなどの優秀な死神を引き抜き技術開発局を創設しています。続いて黒土マヤユリ、浦原が失踪した後隊長と技術開発局局長の座を継ぎました。マヤユリもまた浦原に次ぐ天才のため、あらゆる技術革新をソウルソサイティにもたらしてきました。またマヤユリはソウルソサイティの風情を重んじており、開発する発明品は風情を乱さないような衣装にしているそうです。13番隊大河は松雪草、花言葉は希望。初代13番隊隊長は坂骨才三、彼も名前以外の詳細は一切不明。坂骨は耳萩様が祀られていた土地の名前でしたが、その関連性は不明です。続いて浮竹十四郎、いつからかは不明ですが、享楽と同様長きにわたり13番隊の隊長についていました。幼少の頃から肺に重病を患い、満足のいく活動はできていませんでしたが、浮竹の性格の良さから周りが支えることで隊長職をこなしていきました。13番隊は10番隊と同じレベルでいい雰囲気となっております。続いて朽木ルキア、浮竹は神掛けを発動する前に享楽に自身の後任にはルキアを置くよう託しており、また開演用にあつらえていた隊長羽織をルキアに渡すようにも伝えていました。隊長となったルキアは浮竹に負けず劣らず周囲の大使から慕われているそうです。以上、歴代5手13体の隊長たちでした。動画の内容いかがだったでしょうか。今回はアニオリを抜かして正式と認められた隊長たちをまとめております。皆様の好きなタイや隊長などありましたらコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。